どうも、本能の小物釣り師です。本日の動画は、前回に引き続き、富山県の、薬師寺池という池での釣りになります。前回の釣りは、この池で、ヘラブナを狙いまして、2枚釣ることができたのですが、その一方で、大量に繁殖しているブルーギルに、かなり悩まされて、ジャミあたりで浮きが動きっぱなしで、非常にやりづらい釣りではありました。そういうわけで、今回の動画では、そのブルーギルを、狙っちゃおうかと思います。まあ少し倒そうかなと、思っているところです。このブルーギルの大量繁殖、当局も、問題視はしているようで、看板を見ますと、ブルーギルとブラックバスは、釣れたらリリース禁止というのが正式なルールだそうです。まあ、このルールが現実的なのか、一般的に守られているのかどうかはともかく、まあ、今日の私は、このブルーギルを、釣って、持ち帰って食べようかと、思っているところです。一度ヘラブナの仕掛けを車に戻して、ブルーギルを釣るための仕掛けを持って、また再び、同じポイントに帰ってきました。ブルーギル覚悟ということで、やっていきたいと思います。さて、釣れるでしょうか。釣り方ですが、仕掛けはこのフラッシャー仕掛けを使います。これは、海釣り、堤防なんかで豆アジを狙う仕掛けで、針が小さいので、小さなブルーギルを釣るにはいいのかなと思って持ってきました。この仕掛けを、ヘラブナの釣りの竿、今回ヘラブナ釣りがメインですので、ヘラ竿の中で一番短い9尺の竿につけて、ブルーギルを狙っていきたいと思います。ひとまず、餌をつけずにギジ針だけで釣ろうとしているところですが、全く反応がないです。非常に頭がいい魚たちのようです。まあ確かに、ブラックバスの人はルアー投げまくるだろうし、まあヘラブナの人は餌捨てるだろうしということで、その手のネタには慣れきっちゃってるというか、まあ非常に人慣れした魚で、まあこれはこれで、まあガチでやると難しいのかなとも思います。というわけで、餌をつけます。餌は、この日にやったヘラブナ釣りの、余りのヘラブナ用の練り餌です。
持ち帰ってきたブルーギルは、20匹ぐらいです。このままやってれば、もっと釣れたと思いますが、今日食べる分だけ、釣って持ってきました。まず下処理をします。こうやって包丁の裏側を使って鱗を取っていきます。鱗硬いので、丁寧に取っていきます。反対側もあります。ちょっと作業に手間取っているようです。まあ天ぷらなので適当でもいいのかなと思いつつも、納得いくまで取っていきます。包丁の刃の部分も使って、丁寧に取っているところです。次に頭を落とします。ザクッと包丁を入れて、そのまま頭と腹渡を一緒に取っていきます。もう一匹いきます。鱗を取ります。反対側もやります。で頭を落とします。で綿も取ります。イカ略です。水洗いします。まあ、説明は不要かと思います。トゲが鋭いので、手に刺さらないように注意します。毒はないです。さて下ろしていきます。左の背中側です。左の腹側で中骨を立ちます。続いて右の腹側右の背中側で中骨を立っていきます。腹骨もすきます。反対側の腹骨もすいていきます。もう一匹いきます。ちなみにこの魚ですが、平成天皇今の上皇様が、皇太子だった昭和の頃に、シカゴの市長さんから、いやアメリカのシカゴですね、送られた魚が発端となっているという、説があります。確かに、まあ、あの平成天皇陛下が、美味しいと思ったぐらいですから、まあ当然庶民の私が食べてもとっても美味しい魚で、まあ、海の魚と変わらないような味がします。ただし、見ての通り、ぶどまりが非常に悪くて、小さい割にさばくのが、激面倒だったりするので、まあそれもなかなか普及しなかった理由の一つと、言われております。なかなか、まあ、日本に慣れない魚入れても、こうやって川魚として姿見せちゃうと、まあ、なかなかなのかなという、まあ、感じもします。ただし、あの美味しいのは美味しいので、まあ、入手できた時は、食べるのもいいのかなと思っているところです。では揚げていきます。まず天ぷら粉を作ります。天ぷら粉を水で溶いて、玉ねぎを入れてかき揚げにします。おろしたブルーギルの身を入れて、さらにかき混ぜます。ざっくりとかき混ぜます。お玉に入れて、油にエントリーしていきます。美味しそうな音です。だいたい火が通ったら、完成かなと、そろそろかき揚げっぽい、見た目になってきたので、そろそろいいのかなと思っているところです。これで油から揚げて、完成でございます。というわけでどうもご視聴ありがとうございました。